皆さんこんにちは。こんにちは。今日はこれを持ってきたのだ。トマトジュース、珍しいものを買ってきたので。これで日頃の野菜不足を少しでも解消するのだ。でも3本は買いすぎじゃないかしら。そう思ったんだけど、どうしても比べたいことがあったのだ。まずはトップバリューの黄色いやつ、 900ml で177円なのだ。食塩不使用って書いてあるわね。トマトをジュースにすると独特な青臭さが出るみたいで、塩を足すことで飲みやすくなるんだけど、塩分を取りすぎると高血圧からいろんな病気につながる可能性が出てくるのだ。だから不使用で健康的ですよってアピールしてるわけね。作ってるのは群馬県沼田市の日本デルモンテ株式会社。親会社はキッコーマンなんだって。へえ、そうだったんだ。次はカゴメのトマトジュース、食塩無添加の方で 720ml で197円なのだ。サイズが一回り小さいとは思ったけど、結構量が違うのね。ミリリットルあたりの値段はこんな感じだよ。カゴメはトプバより 35% 値段が高いのね。カゴメって愛知県名古屋市の中区に本社があるんだね。名古屋を本社にしてる会社さんって結構出てくるわね。でもこれは栃木県の那須工場で作られてるのだ。錦三丁目って中部地方最大の歓楽街って聞くから、まあそうでしょうね。トプバと成分を見比べたけど、そこまで変わらないっぽいね。最後はカゴメのちょっとだけ塩が入ってる庭園タイプだよ。値段と量はさっきのカゴメと同じなのだ。塩が入っても値段は変わらないのね。食塩相当量は 200ml あたり 0.31 から 0.6g、食塩不使用は0から 0.18g だから、そこそこ差があるね。味にどう影響があるのかしら。キャップを開けて中身を均一にするために振っておくのだ。何か測るのかしら。量をできるだけ合わせるために 100g で入れていこうと思うのだ。ちょっとずれたのはご愛嬌ね。ごめんね。注いだものがこちらになるのだ。これがトプバね。次はカゴメの食塩不使用。ちょっとサラッとしてるかしら。これが庭園だね。色は全部同じに見えるわね。今日はこれを用意したのだ。体温計？これはタニタの高精度デジタル塩分計。塩分が何パーセント入ってるか調べる道具なのだ。水は塩分がないから 0% ってことね。じゃあ測ってみるね。ちゃんと数値が出るかしら。センサーが水分につくと電源が入るよ。 0.3% って出たわね。カメラに近づけたらセンサーが外に出ちゃったのだ。だから 0% になったのね。測定が完了するときって音が鳴ったりするの？ぐるっと震えて右側に表示が出るみたい。今は左側にウェイトって出てるわね。震えたのだ。面白いわね。これは塩分 0.3% ってことね。グラムで計算するみたいだから、コップ1杯 184g に 0.3% をかけると塩分が出るわけだね。 0.55g？ 合わないわね。測定の仕方がおかしかったのかな。次はカゴメ無添加トマトジュース 200ml をグラムにすると 206g だよ。これも 0.3% ね。計算はこうだよね。合わないわね。ドロッとしたものや固形物は測定できないって書いてあったからずれちゃったのかな。トマトジュースは測れないのかもしれないわね。せっかくだから庭園も測っておくね。塩分が多いはずだから 0.3 以上は出るはずね。0.5%、 ちょっと高いわね。計算はこうかな。
最後にもう一度水で測ってみるね。 0%。 タニタのホームページで確認したら誤差はこれくらいの範囲なんだって。これだと近い値になりそうね。じゃあ飲んでみよっか。まずはトプバからいただきます。はい、どうぞ。ドロッとしていてザラッとした舌触りだね。缶詰のトマトあるじゃない、あんな感じの泥ザラ感があるのだ。ケチャップのような香りがあって、飲むというより食べるって感じかな。次はカゴメの食塩無添加。ちょっとサラッとしてるかな。ぬめっとしてるね。トプバより飲みやすいけどガブガブはいけないね。トマトの酸味とちょっと旨味を感じるのだ。トプバとは結構違うみたいね。最後はカボメの庭園の方だね。カボメはどちらも同じ感じがするわね。塩気が結構あるね。冷製トマトスープって感じかな。カボメはどちらもトマトっぽい香りがするのだ。じゃあ星評価を聞かせてくれる？トマトジュースがあまり合わなかったから今回はやめとこっか。苦手だったのね。ゆっくり少しずつなら飲めるけど、コップ一杯飲むのは大変なのだ。まだこんなにもあるけどどうするの？トマトの感じはしっかりしてるからスープにして食べようかな。当分の間トマト生活ね。じゃあ今日はこの辺りにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。タニタはレトロゲームをモチーフにした体重計を販売しているのだ。僕が好きなのはセガサターンなのだ。